はい皆さんこんにちはレック専任講師の森山です1時間でわかる民法シリーズ私の方は担保権についてお話をしていきたいというふうに思いますで他にもですねレック専任講師の方が民法の各分野についてお話をしている動画がありますからぜひそちらの動画もご覧いただければというふうに思いますで私の方からは担保についてお話をしますが皆さん担保ってご存知でしょうかあ知ってる知ってるっていう方もいると思いますね 大宮から上越新幹線に乗って、えー、ずっと進んでいくとまず群馬県に入ります。で群馬からさらに進んでいくと大きなまあ、大清水トンネル大清水トンネルがあってそれを抜けると新潟になります。で新潟の方行くと燕三条の方に行って、えー、もう一面の田園地帯が広がっていてまあ、米が取れるということになります。それは田んぼですね。 担保ではありませんで、私の方は民法の担保についてお話をしていきますではあ担保というのは一体何なんでしょうか、えー、まずこちらの方、えー、ご覧になっていただければと思います担保とは何かあ、一体担保とは一体何なんでしょうか まず B は A に対して100万の債権を持っているということですね。このお金を請求ですから B が A に対して100万の債権を持っているということは B が A に100万円請求できるということですね。例えば B が A に対して100万貸したというふうに思ってくださいお金貸しましたよというとじゃあ貸したお金を返してくださいといったような債権というものが成立をすることになります。 で100万貸したにもかかわらずもし A さんが100万を返してくれないときにはどうすればいいのかということになりますね。ねこれえ無理やり 取り立てると力を使ってですね暴力を使って取り立てるということは日本では禁じられておりますこれはですね自力救済の禁止ということで自分の力で取り返すんだもう夜中に行ってですね無理に家をこじ開けて金庫から取り返すんだきっとあの家のリビングのどっかに100万があるぞきっと何か100万円の価値があるものに違いないよし取ってくるぞとか言って取ってくることは禁じられてるんですね。ででどううううううしててそそそいいいいいののがが禁じられれるかかと,いうともちろんそれは暴力だとかそういうのは良くないですがそういうの 許してしまうと弱肉強食の世界になってしまうわけですよね。まさにこう原始時代のような力づくの世界に戻ってしまう。そうするとそのような力がないものについては権利がなくなってしまうということになってしまいますから、あそれはあこの近代国家として現代の国家としてよろしくないわけですよ。そこでどうするかというと裁判所を使って強制することになります。自力救済が禁止られて禁止られておりますから裁判所を使って強制して。 とことになるわけですねそこで B は強制執行というものをします A の全財産から利口を受けることができるんだということで A の財産を裁判所を使って差し押さえることができるんですね。 えー、すいません裁判所、裁判所さん、裁判所さん、私、A さんに債権持ってるんです、あ確かに債権あるね、でもう A さん払ってくれないんです、強制執行してくださいということで、まあ、手続きはあ債務名義が必要だったり、いろいろ細かいことはあるんですが、まあ、細かいことを言っていると、この1時間で分かる民法の趣旨に沿いませんので、まあ、とにかく裁判所にいて強制執行してください、私は債権者ですということで、強制執行することができるんですね。え強制執行っててて、何かというと A の財産を裁判所が差し押さえてくれてそ からお金を回収してくれるんですよ例えば家財道具を差し押さえて競売、えー、売りに出してですねそこから回収するとか不動産を差し押さえてえそこから回収するとかあるいは車を持っているのであれば車を現金化して回収するとかしてそれを裁判所がやってくれるんですねそれを強制執行と言いますそこで A の全財産から履行を受けることができるんだ おそれなら安心だね裁判所がそういうことをしてくれるなら安心だ自立救済が禁止されてるけど裁判所がそれをやってくれるなら安心だ本当でしょうかではそれで必ず満足を受けられるのか実はそうではない債権者平等の原則があるからだということでまた難しい原則が出てきましたがこの債権者平等の原則という原則がある関係で債権、えー、を持っていれば必ず債権が回収できるというわけでもないんです。 例えばどういうことかというと A が100万円の相当の車しか持っていないと100万の車を持ってるえっ、ー、と B は A に100万の債券がありましたね100万の債券がありましたで100万の車を持ってるんだからあじゃあその車競売して車売っちゃってお金に換えて回収すればいいじゃないかっていうことになるかもしれません。 えー、だけれどもですね A には B のほかに C という債権者がいて、えー、この債権者が100万の債権を持っているわけですだから A というのはあ B からも C からもお金を借りていて5件に100万借りてるとこんなイメージですね、えー、持っている場合 B と C は50万ずつの配当しか受けることができないんだこれが債権者平等の原則になります債権、えー、者はみんな平等な割合で配当を受けるんだってことなんですねだから裁判所 A が 100万の車を持っていれば裁判所を通して B はこの車を差し押さえることができますよこの車から回収することができますでも C のような債権者がいる場合にはあみんな債権額の割合で仲良く回収してねって話になるわけですねですから100万が競売されてあ B さん債権100万ねあ C さんも100万ねじゃあ50万ずつ山分けねえみたいなことになるわけですねですからああ 確実にです、ね、100万回収できるかとはそんなことはないんだということになります。もちろん最初は B さんはですね、えー、A さんに聞いたかもしれないあの100万貸しますけど他にお金借りてるんですかってませんで財産を持ってますあ,あの100万相当の車ありますからいざとなったらそれ売りに出せば100万になるでしょ。 じゃあ安心だねってお金貸ししたかもしれないんですよでもその後に A は、まあ、それが嘘かもしれないですけどねそれが本当だったとしても A は他の C から借りちゃうこともあるわけですねそうすると B はこの債権者平等の原則がありますから俺が先貸したんだ C みたいな後から借りた人が優先するわけないでしょ平等なわけないでしょ。 っていうわけにはいかないんですよ。債権者は平等の原則がありますから、債権者、お金を貸した人、請求できる人は、後から成立した人も先にお金を貸した人も、みんな平等の割合で回収することになるわけですね。だからもしこの100万の車がですね、裁判所によって強制執行されたとしても、B が優先的に、いや私が先にお金を貸したんやーつって回収できるわけではなくて、他に債権者 C がいたら、C も同じ割合で回収することになりますから、なんだよ、100万貸したのに50万しか回収。 できなかったやんけってことになっちゃうわけですさあこれでは 100万の車を持っていたとしても安心してお金を貸すことはできませんいや100万の車を持ってるからお金貸せば安心かと思ったのに他にお金借りちゃったのかよでそれを禁じることもできないわけですね A が他の人からお金を借りるということはやっちゃう可能性もありますから B がいくら止めたとしてもです、ね、あるいは借りなかったとしてもその車が壊れてしまうかもしれないし車をです、ね、誰かにあげちゃうかもしれないということがあるわけですよでこれでは、 その下またあ、十分な財産があったとしても他に債権者が出現することも考えられるということで今、先にお話をしましたがあ C という人から後からお金を借りてしまうかもしれないですよね。このように、えー、お金があったとしても財産があったとしても安心して債権、えー、者というのはですねしていることはできないんだと、えー、財産を、えー、あったとしても他かからもお金を借りて債務を抱えてしまうかもしれないということになるわけですね。 とということでその下、これでは安心してお金を貸すことができないんだということになっていくわけです。でえじゃあ、お金貸さなきゃいいじゃないかということになりますが、えー、お金を貸すことができなかったらどうなるかというと、えー、これでですすね困るわけです例えばまあ皆さんがですねお金を貸したくないというのはそれならそれでいいんですが例えばお金を貸す仕事をしている人っているわけですよ銀行とかで。銀行がお金を貸せせせななかかったら困ると思いままんんん住宅ローンなんで組めません ですからあおか、銀行がお金を貸してくれるようなですねことが安心してできなかったらお金が借りられないいや安心できないからお金を貸さないようにしようとっ,ったら銀行仕事できないわけですよ。で、銀行がお金を貸してくれなかったらあのー、住宅ローンを組んでですね家を買うなんてことができない日本経済が滞ることになります。ででで大きな会社だっててすねお金を借りてそれでこう うんまあ、事業を展開しているということもありますので、えー、このお金をです、ねえー、融資することができないということになったならばもう日本全体の問題日本経済の問題になってくるわけですねそこで債権者にこのようなあ危険を免れさせて、えー、安全なですね、えー、完全な満足を受けさせるようにするための制度が必要になるこれが今からお話をする担保制度なんです。 ということで担保というのはこのように安心してお金が貸せるための制度というふうにまずは一つは理解してくださいえもちろんえ債権っていうのはあお金を貸す時だけに発生するものではありませんがあ例えば売買契約などでえ高いものを買えば100万払わなければいけないですよですからいろんなところでこの債権というのは発生しますがあこの債権を えー、安心して完全な満足を得させるような制度があ担保の制度なんだよというふうに理解をしておいてくださいね。えー、何も田園風景ななわけじゃないんですよでは、えー、こういう担保についてこれから1時間かけてお話をしていくということになりますが実はじゃあ担保ってどういうことがあるかというと実は大きく分けて2種類がありますそれが担保の種類ここに載ってますが人的担保と呼ばれるものと物的担保と呼ばれるものがあります。 で、えー、まあ両方出してしまうと画面が狭くなりますからまず人的担保の方からいきますが、えー、人的担保物的担保人的担保というのは人を担保にとるで物的担保というのはあその名の通り物を担保にとるまあ漢字というのはよくできていて、えー、漢字まあ知らない言葉でも意味を えー、この漢字のです、ねえー、成り立ちを見ると、まあ、それなりに意味があ分かることもありますおぼろげながらあるいは、えー、場合によっては完全にです、ね、意味が分かることになりますが人的担保というのは人を担保にとることですで、えー、物的担保というのは物を担保にとるでまず人的担保からいきましょうか例えば A が B にお金を貸しましたと、えー、貸金債権お金を貸した、えー、100万貸したとしたら100万返してほしい、えー、これが債権ですね でもし B がお金を返せなくなってしまった多重債務を抱えてしまった B が視力なくなってしまった時にはこの債権の満足を得ることができないわけです A は B から100万回収することができないわけですそこで担保を取る必要がありますそこでまず一つ説明するのが人的担保こちらになりますこの人的担保というのは何かっていうと B が弁済しない場合には C から債権回収をするということですね C、ここの人、これが担保なんです。 この C というのを担保に取ろう、この C というのを担保に取ろう、これが人的担保なんですね。人を担保に取る、この B を担保に取る、例えば保証人です。えー、この C というのが保証人、A が B にお金を貸すときに、B さん、B さん、お金貸すけれども安心できない、担保が欲しい、人的担保が欲しいということで C を保証人に取るんですね。 これがまず人的担保保証というのはもし B がお金を返してくれなかった時に A は C に請求できる C から回収できるだからこの C を担保に取ってるわけですよ C を安心材料にしてるんですね。B がお金を返してくれなかった時には C から返してもらえばいいやだから C に請求できるようにするこれが保証契約だし保証人の制度なんです。 で、えー、保証だけではありませんがとりあえず今一時間でわかるですから保証を、えー、説明していきますがあこの保証契約を結ぶことによって、えー、c からも回収できるようになるんだ、えー、これが人的担保の制度になっていくわけです、えー、c という人を担保に取っていくんだよということですね巻物のとこ見てもらっても書いてありますがあー b が弁済しない場合には c から直接回収するんだということになりますね、えー、c に対しても請求できるようになる、えー、b にお金を貸したならば b から返してもらうのが筋なんですがあー b さんが払わないときには c から 返してもらおうということができるようになるわけですね。で、これがまあ保証なんですが、じゃあ保証人にですね、C を仕立て上げる、C を担保に取るためにはどういう契約をするかというと、A-C 間で保証契約を結びます。A-C 間で保証契約を結ぶことで。 えー、保証契約っていうのはもし B がお金を払わなかったらあんた払ってねもし B がお金を払わなかったらあんた払ってねっていう内容の契約は保証契約その保証契約を A と C で結ぶんですその契約によって発生するのがこの保証債権ですねえですからあこの保証債権というのはあ B がお金を払わなかった時に C がお金を払わなければいけないという権利ですよえこれを、えー、A 指揮官に発生しますからあもし B がお金を払えなくなったよ資料がなくなったよ、えー、A が請求しても B が払ってくれないよっていう時には C が払ってくれるようになるんだだから B が払えないときには C の財産が当てになるわけですよまさに安心してお金が稼せるシステムということになっているわけですで、この保証契約なんですが気をつけておかなければいけないのはまず、うん、まあ、これからあ民法を勉強するとまず一番最初によくある勘違いが保証契約というのは B と C の契約ではないかというふうに誤解をする方がいますまあ、確かに、えー、世の中見てると B が C に頼むこともあるんです B さん、お金貸すけれどもお金貸すけれども担保を立ててくれないと困るんだ、保証人立ててくれよ。わかりました、保証人見つけてきます、そしたらお金貸してくれるんですね、C さん、C さん、迷惑かけません、保証人になってください、迷惑かけません保証人になってください本当になってください、お願いします、お願いします。B が C にに保証人になってくれと頼むんですよ これが保証契約だというふうに誤解している人がいますがこれは保証人になってくださいとお願いしている、まあ、専門用語で言うと委託契約と言います B が C に対して保証人になってくれというのは A と保証契約を結んでくれ A と保証契約を結んでくれという前提契約に過ぎないんですよ。B から保証人になってと頼まれた C が A と契約を結ぶことで保証契約が成立するんです。 B と C の契約のこと「保証委託契約」で A と, C が A と C がですねその委託に基づいて C が A と結んだものを「保証契約」というふうに言うわけですねでその保証契約に基づいて A と C で、えー、保証債権が発生する B がお金を払ってくれなかった時に、えー、C が払うことになるよということになるわけですこれで例えば C がお金持ちだとすれば A は安心ですよ B がお金なくなったとしてもあんなにお金持ちの人があ後ろのまあ後としてついてくれてるんだ、まあ、貢献というと法律用語だと誤解しますが、まあ、後ろについてくれてるんだバックネ、ね、ーついてくれてるんだとういうことで、えー、安心してお金が貸せるということになるわけですね。これが一つの人的担保ということになります。ただ一般的的にはは人担担保保とというのはある意味不安定な担保と いうふうにも言われていて例えば銀行が多額のお金を貸そうというふうに思ったら人的担保ではああお金を貸してくれないことも多いです例えば住宅ローンなんかだと物的担保を求めてきたりしますねだからまあ百万とかであればいいかもしれませんが何千万貸しますよ何を貸しますよって言ったらあこの人的担保というのではなかなか融資はあしてくれないというケースも多いわけですで、どうしてかというと B がお金を払ってくれないからあ C に請求できるあ C がいてくれれば安心だというふうに言いましたけど C だってお金なくなることはあるし C だって他の人からお金を借りて多重債務を抱えてしまうことはあるわけですよ B が払えないようなご時世で C が払えなくなってしまうなんてことはよく話であって C がいるから安心だってことにはならないわけですそこで出てくるのが 安心材料として民法上強い担保と言われるのがこちら、物的担保ということになるわけですね。この物的担保は人的担保よりも安心な担保というふうに呼ばれております。では、それがどんな担保なのか見ていきましょう。A がまた B にお金を貸します。この債権を担保するために、今回、抵当権という権利をつけます。公土地という土地を担保に取るんだ。土地を担保に取るんだ。で、 えー、不動産、まあ土地ですね。この物に対する権利のことを物件と言いますが、あ、物的担保はこの物件が担保なんですよ。物的担保、えー、物件を担保にしてるんですね。まあ担保のための物件なわけです。まあ担保物件と呼ばれます。で、その中の代表選手が抵当権なわけですがあ、今回は A が B にお金を貸すときに、これ B の不動産であれば、B さん、B さん、お金を貸すんだけれども、えー、担保が欲しいと。 いやー今回は多額のお金を貸すので人的担保ではなくて物的担保を立ててほしい何か財産持ってないかいあ土地があります土地がありますこれを担保に出せますじゃあそこに定当権つけようってことで A はこの不動産に定当権という権利をつけていくでこれは A と B で契約をしますあなたの不動産に定当権つけますあなたの不動産に定当権つけます でこの抵当権というのはどんな権利かというこのものに対,して対する権利なんですが B がお金を払ってくれなかったらこの不動産を競売して優先的に回収しようこの不動産から優先的に回収しようこういう権利が抵当権なわけですね。 B が弁済しない場合には高土地を競売しその代金から優先的に回収することができます先ほどお話した通り別に定当権という権利をつけてなくたって、えー、B の持ってる財産を競売することはできるわけです、えー、強制執行を受けることはできるわけですただ債権者平等の原則がありますから競売したところで 無担保債権者担保がない債権者はみんな平等な割合で回収を受けることになりますから満額の回収ができない恐れが非常に強いわけですね。えそこでこでの等権という権利があれば安心なんです。この不動産が競売になった時に他の債権者より優先してまず俺が回収するんだというのがこの低当権なわけですから。 だから例えば B が多重債務抱えていろんな人からお金借りましたとで B がお金返せなくなりました回らなくなりましたで B の財産が競売されましたよしじゃあ債権者平等の原則で配当しようかって銀行がななった時にあごめんなさい裁判所でなったときに本当に平等に配るわけじゃないんですよ。あすいません債権者の皆さん、あのー、欲しがってるところ悪いんですがこの不動産には抵等権がついてまますす権者がおります A という権者がおります。まず この人に配当します。で残りがあればあなたたち一般の債権者にで山分けすることになります。あ、皆さんの中では平等に配りますよ。でもごめんなさい、A が優先なんですっていうことで A がこの不動産から優先的に回収することになるわけですね。例えば A が1000万お金を貸したとしましょう。B に1000万お金を貸したとしましょう。そうすると、えー、この不動産がですね、えー、1000万とかで売れれば1000万円はまず A が持ってっちゃっていいんですよ。 まず俺が持っってていくととお前ら黙ってろとまずこれは俺が持っていくんだ A がお腹いっぱいになるまで先食べていいんですよで他の債権者はうん待ってなきゃいけないあ A さんまだお腹いっぱいにならないのかなまだ回収するのかなあまだ1,000万っていうのはまだまだ食べるのかなんてことで他の債権者は待ってなければいけないですねで A さんがお腹いっぱいになったら残りを他の債権者で山分けすることになるわけですよ そうすると例えば C さんとか D さんとか E さんとか A と同じように1,000万お金を貸したとしても担保を取ってなければいやちょっと今回1,200万で競売されたんだけれども1,000万は A が持っていくからと残りの200万はあんたたちで山分けね1,000万お金を貸したのに80万とか70万しか返ってこないということもありうるわけですね。 これが担保の力ですよ A さんは債権者がみんな言おうが平等な原則に巻き込まれる必要はなく俺が一番に持ってくっていの一番にですねこの不動産から回収することができるんだということになるわけですよろしいでしょうかこれが物的担保で、今抵当権というお話をしましたがあ担保は抵当権だけではありません他にもいろんな物的担保がありますけれどもまずは代表選手である抵当権についてお話をしました 定等権がですね、実は担保の王様と呼ばれておりますまあ、場合によっては女王と呼ばれることがありますね、えー、性別があるのかどうか分かりませんがあ担保の女王とか担保の王様というふうに呼ばれることがあります そうすするとですね、この定当権というのはやっぱり実務でもよく使うし不動産登記法というのを司法書士で勉強することになりますがあその不動産登記を勉強するとこのやっぱり定当権を制する者が司法書士権を制すなんていうふうによく言われますからあまずはこの定当権というのを押さえておいてえそれが理解できたら他の担保権もですね少し見ていくということがいいでしょうでえ今回の1時間でわかるシリーズ担保権の中でもまずはこの定当権の流れを今からお話をしてで最後に他の担保権のご紹介ですということで少しご紹介はしま していきたいというふうに思いますではこの物的担保を少し見ていくことにしましょうまずまた定当権を事例としてお話をしていくと言いましたが定当権を設定してから実行するまでの流れを見ていきますまず契約です A は B にお金を貸しました金銭貸しましたそこで A と B はその債権を担保するため B の所有する高土地に定当権を設定する契約をしました先ほどと一緒ですね A が B にこっちか A が B にお金を貸しましたあそこで、えー、担保が欲しいな、えー、ただでお金を貸すのはあ危険だなお不動産持ってんじゃないかーってことで不動産に定当権をつける。 もし B さんお金を返してくれなかったらその不動産を競売して井の市場に入っておけるからねとの債権者は蹴散らして自分が入っておけるからねこういう権利をつけておこうこういう話なんです、ね、でまずこの段階で理解しておいてほしいんですがこれ普通の住宅ローンなんか組む時にも銀行でこういうことをやります。で 住宅ローン組むときにだいたい司法書士が立ち会ったりするんです。不動産の競売、不動産競売じ不動産のですね取引。例えば新築を買うだとか、新しいマイホームを買おうだとか、そういうときに銀行で司法書士が立ち会うんですが、その司法書士が立ち会う現場ではだいたい銀行からお金を借ります。住宅ローンというのを組みます。で、多くの人はマイホームを手に入れて、い銀行で 契約すする書類とかあまり見てないんですよで私も銀行の決済に何件も立ち会いましたけれども実務で,でそうするとですね、まあ、いくら司法書士が法律関係説明しても銀行がです、ね、細かい説明してもうんあんまり頭に入ってないと。 で夫婦でですねどこに家具を置こうかとか、えー、そのマイホームの計画は一生懸命、えーまあ、立てているんですがあじゃあどういう契約を銀行で結んでいたのかということはあまり考えてない方もいるんですが、えー、例えば皆さんが住宅ローンを組んだよとマイホームを買ってよって方は銀行で何をしたか思い出してください。でででで実ははそこでは2つの契約を結んでるんるすお金を貸したという契約だけじゃないんですよ。 お金を貸したという契約だけであればあ銀行は皆さんに債権というのを持ちますもちろんこの債権というのはもちろん発生します銀行がお金を貸したわけですからこれ金銭消費貸借と言いますが貸したお金返せって契約を結びますだからこのお金を貸したというのは金銭消費貸借という契約になりますお金を貸したから返してくださいお金を貸したから返してくださいこのような契約を銀行と結ぶんですねだから A は B にお金を貸したということは A が B に対して金銭消費貸借という契約を結んでお金を返してください ださいという債権が成立したことになります。ただ住宅ローンを抱えるときに銀行で結ぶ契約はこの金銭消費対策だけではありません。A と B とで抵当権設定契約を結びます。で住宅ローンを組むときにはお安払い向けというかあのいいことにお金借りる人は不動産を持ってるんです。だって住宅ローンってことは住宅のために借りるわけだから新しい住宅を買うわけですよ。だからそこに抵当権をつけるんですね。ということで。 えー、皆さんが住宅ローンを組む時に銀行でやる契約は実は2つあって金銭消費対策というお金を借りる契約と定当権設定契約という契約を結ぶことになりますお金を借りたからといって自動的に定当権が発生するわけではありませんお金を借りてそれを担保するために定当権設定契約という別契約を結ぶことになるんだこういうふうなことになるわけですよろしいでしょうか 金銭消費対策だけではお金借りるという債権、まあ、お金を返さなければいけない B が A にお金を返さなければいけないという債権が発生するだけですからねそれを担保するためにこの定当権という契約を結ぶんだ契約を結ぶことで定当権という担保物件が成立をするんだよ契約をしないにもかかわらず不動産に優先弁済を受けられる権利が発生するわけはないんですよ。でなお 抵定当権は債務者お金を借りた人自身の不動産に設定する必要はなくて第三者 C の不動産上に設定することもできます。だから B にお金を貸して C の不動産に設定することもできるんですねこの B と C はどういう関係か知りません親戚かもしれないし友達かもしれないし迷惑かけないから不動産差し出してって言われた人かもしれないとにかく A が B にお金を貸すときに C の不動産に設定するってこともできるんですよそうすると今回は B がお金を返せなかったら C の不動産を競売して優先弁済を受けることができるようになりますこの C さんのことを物上保証人と言います このような第三者が不動産の設定者定等権の設定者になったケースを物上保証と言ってその第三者のことを物上保証人というんだといった形で押さえておいてください。まあ物上保証まで持ち出すと1時間で分かるシリーズとしては逸脱してしまいますから今回は A が B にお金を貸して B の不動産に定等権を設定したぞというお話で進めていくことにしましょう。 で先ほどですね司法書士がその現場に立ち会うことが多いんだとお話をしましたがどうして司法書士がその住宅ローンのですね組む現場に立ち会っているのかってと,いうと実は登記があるからですえこの登記申請をするというのは司法書士の仕事ですからねえ司法書士のメインの仕事は登記申請ですえ不動産登記をお客さんのために申請していくんだえこのような仕事がメインの仕事になりますもちろん 認定口座を合格をするとですね裁判所で法廷に立つこともできますから裁判の仕事をしたりそれから公権、成年公権の仕事をしたりあるいは商業登記なんてことで会社の登記申請をしたりいろんなですね仕事が司法書士に余っておりますがやはり昔からこのメインの仕事とされているのが不動産登記の仕事になります。ですから 定等権を組みましたということであれば、まあ、実際にはこの定等権設定の登記だけではなくてその住宅ローンを組むということは家を買うわけですからあその所有権移転登記なんかも申請していきますが今回は担保権の話ですからあそこは割愛をしていくと、えー、司法書士はですねもちろんこの登記がありますからこの登記申請のために立ち会ってるわけですよ。ということで定等権設定したら登記をするのが通常です。登記をすれば 定当権を第三者に対抗することができます逆に定当権設定契約をしても登記をしなければ第三者に対抗することができません例えばさっき A が定当権者の時に A はあ他の債権者は二の次だ俺がいの一番に 配当を受けるぞというふうにエバっておりましたがこれを第三者に対抗すると言います第三者に主張できる俺が低等権者だって主張できるこれを対抗するとまあ、民法では言うんですが法律の世界では言うんですがこのように主張するためには登記というものが必要なんです登記をしなければ第三者に主張することができません登記ないんだから低等権者じゃないでしょって言われたら偶の音も出ないわけですよで俺が低等権者だ他の債権者より優先弁債受けるぞっていうためには 登記というものをしておかなければいけないこの登記を司法書士がその日にこう申請していくことになります、まあ、とにかく定等権を設定したら人は登記をします銀行が登記をします今回のケースで言うと A があーその不動産には私が定等権つけてますって登記を申請していくそして登記簿に定等権者一番定等権者 A なんて乗ると A はあー一番に回収する定等権者がこの不動産にはいるのかというふうに登記簿に公示されることになりますねそそうするとそれを見た人もあこの不動産 は当がついてるなだからお金を貸して競売してもあの抵当権者が一番に持ってっちゃうんだなと、えー、指をくわえて待ってなければいけないんだななんてことが登記簿を見たら分かることになるわけですね。まあ担保の話から外れますがこれが登、ま、記、あの、まあ、一つの取引の安全のためのものでもあるんだよということになっていきます。で抵当権をですね組んだらこちら。 えー、不動産の使用収益は誰がすることができるようになるんですかという話になりますが不動産の使用収益に関してはあ A が定当権者で B の不動産についてる事例でしたね。A A がが当権者で B に A B ににおお金金をを貸貸ししししままたたと。 で、えー、そのお金を借りた人がですね、えー、不動産を持っていてそこに抵当権つけてると B の不動産に抵当権をつけてるという事例ですが抵当権つけた場合には抵当権者が、えー、その不動産を使用収益するのではなくて B が不動産を自由に使用収益することができます抵当権は担保の中でも非占有担保と呼ばれております非占有型の担保なんですね債権者が引き渡しを受けて占有しない 債権者が引き渡しを受けて占有するというわけではないわけですだからお金を借りた方の人不動産所有者が抵当権の負担のある不動産ではあるからお金を返せなかったら競売されちゃうことにはされちゃうんですがそういうことでもない限り自由に使っていていいんです抵当権者ではなくて所有者が自由に使っていていいんですだから住宅ローンを組んで 抵当権が不動産に設定されたとしても銀行に不動産を渡すとかしないでえ家を買った人が自由にその家を使えるわけですよだからどこに家具を置くという話し合いができたわけです もし銀行が不動産を使うってことになったら住宅ローンを組んで家を買ったって銀行に渡さなければいけなくなったら誰も家買わないですよですから家を買ったとしても、えー、その家に住んでていいんだ銀行はもしお金を返してくれなかった時に競売をして優先弁済を受けられるのであってそこまでは不動産について手出しはできません、えー、不動産を使うわけでもありません泳がせとけばいいわけですよいざとなったら競売するからねいざとなったら競売して優先弁済受けるからねと言っときゃいいだけの話ですからね よろししいでしょうかということでえ自由に B さんんがが使用収益するることができるんだ先生「抵当権は非占有担保」って書いてありますが占有担保ってあるんですか占有する担保ってあるんですかって言うと「あるんです」えこの占有担保というのはまあいざとなったら優先弁済受けるからねと言っときつつですねうんまあその前から預かっとくからなこれ7件と言います7件。七軒 えー、だから7権というのはこれも契約によってつけることができますが7権の場合にはですねただあいざとなったら優先弁正受けるからねっていう抵当権のようにですね、えー、競売などをするだけの権利ではなくてその前から預かっておくことができるんですね。ですから7権つけた場合には7、えー、権設定した人設定者ですねあの使えないんですよ。 お金を借り出してはその物を使えなくなるんですよ。例えば七賢というと七屋さんのイメージ、まあそれで、えー、ほぼ間違いないんですが、七屋さんからお金を借りたら七物と呼ば、七物になるものをですね、えー、七屋さんに預けます。だから預けてしまうので、占有されちゃうので、その七物を、えー、借りた人は使えなくなるんだよということになります。このように債権者が占有してまで担保を取ろうという占有型の担保も世の中にはあるんだということは押さえておいてください。 で契約によって発生させる担保権って実は低当権と質権というのがありますが大きな違いは占有するかしないかなんですよえ低当権は占有しないんです七権は占有するんですだから占有した方がいい場合にはだいたい七権つけますので動産なんかの場合宝石だとかそういう場合にはあの七権をつけて預かってもらうと 預かる預か預かられちゃうということになるわけですね。まあ、不動産には抵当権をつけることができます。まあ、不動産質権つけてもいいんですが、ああ不動産に抵当権つけることができますので、えー、不動産に抵当権つけた場合には預かることまではしないで、えー、いざとなったら競売するからそれまでは自由に使って,ていいですよっていうタイプの権利なんですね。まあ、銀行だっていちいち不動産預かる必要はないわけですよ。えー、住宅ローン組んだ人は多くの人はちゃんと最後までお金払ってくれますから。 えー、いちいちお金返してくれるまで預かるぞなんてことはする必要ないんですねまあ、定当権で十分だろうということで定当権のがいいだろうということで、えー、定当権つけてるわけですよろしいでしょうかで、高、えー、順位担保権の設定というコーナーがあってこれ何の話をしているかというと B は D と契約をして公土地に2番定当権を設定することができます 抵当権というのは一つの不動産に1個だけつけるわけではなくて2個でも3個でも4個でも5個でもつけていいんですもちろん10個でも20個でもいいんですよ。でそれはですね順番がつきます1番抵当権2番抵当権これ何の順番かというと登記した順番ですえ、D、は高土地から A の自順位で優先をお受けることができるので優先弁済を受けることができるんだと書いてありますね。え登記をを入れた順番で順番番でけけて配当を受けることになります だから、低等権者というのは、俺が優先権があるんだ、まあ他の人より俺が先に配当を受けるんだということで、あのまあ、よくですね、飛行機に乗る時に優先搭乗したりするじゃないですか。あんな感じで、えーまあ んか優先して乗ってったなと何とかの人は乗ってくださいっつって乗ってったなとどんどん優先されるわけですね。で抵当権もですねその優先登場と一緒で優先弁済権があるんですがあの順位がついてるんですよ。んとかの方は今お乗りください一番優先するんですねで次は何とかの方で次はな何,何とかの方ってこうやって乗っていくわけですよ。でずっとこうやって待ってなきゃいけないんですね飛行機乗るときに。 で、一般債権者もそうです。一般債権者もえ、まず一番低等権者が優先しますって言って一番低等権者が満足する配当を受けたら次二番低等権者ああ二番に登記した人が次まだ持っていくのねあ三番もいるのねで 一般債権者担保がない債権者のとこにはもう配当がないなんてことも普通にあるわけですねこのように定当権っていうのは一人だけではなくて一つの不動産に順番つけて設定することができますからまず一番最初に登記をした人は一番定当権で2番目に登記をした人が2番定当権で3番目に登記をした人が3番定当権なんて形で登記簿に順番つけて定当権者があ登記されることになりますその登記された順番で配当を受けることになるわけです で先ほど銀行に立ち会って司法書士は登記をする仕事をすると言いましたが後から、えー、銀行に呼ばれて定等権設定すればいいじゃないかというと定等権設定の仕事で急ぎなんですよ、えー、先に登記した方が一番定等権になりますからもし他の銀行がお金を貸して定等権設定等権を入れててししままううと負けてしまうわけわですねそうすると配当の現場で2番定等権者になっちゃったら1番の人が配当を受けてから2番になっちゃいますから。 先生、もうすぐ登記してください決済が終わったらすぐ申請してくださいっていうのが普通なんですだから立ち会って登記するんですよよろしいでしょうかということで、えー、その日のうちに申請していくだから司法書士の不動産登記の仕事っていうのは結構急ぎの仕事が多くて。 えー、陶器頼ままれたらその日の日うちにやるもちにるももろん急がなくていいいい仕事もいっぱいあります、えー、定当権を今度は消す抹消する投機なんて別に急がなくたっていいんですし、えー、相続投機だって戸籍とか集めるのに時間かかりますからあもしかしたら1ヶ月単位でやっていくことになるかもしれませんただこのように定当権を設定するだとかあるいは所有権移転するなどというのはもう投機で負けたら終わりなんです特に今定当権の話をしてますけど投機で負けたら2番になっちゃう3番になっちゃう4番になっちゃう急ぎの仕事だというのは分かると思います。 えだからあ司法書士の仕事は結構急ぎが多いんですよ。でパパッと仕上げてパパッと出すとこういう仕事なんですね。でそのためにはもちろん準備をしたりこう事前に勉強したりしてですねすぐできるようにしておくことが必要なんですがだから司法書士の試験なんかでも結構時間がないタイプの試験が出されるんだというふうに思います。で、えー、司法書士の試験というのは5時間行われますが午前が2時間午後3時間ですね。えー、この3時間の、うん、試験というのは本当に時間がないんです。 特にこの登記申請を実際に書かせる期日問題が出ますがその期日問題を、えー、もう最後まで満足に書ける人がいないぐらい時間がないんですよ。でどうしてそういうことになってるかというと実務でも時間がないからだと思います。 実務課登用試験ですから実務で求められる能力を試験で聞いてくるわけですね実務では時間のない中できちんと仕上げて出していかなければいけないもう当日の決済があ午後であればもう時間がないわけですよ午前中に決済やってくれればゆっくり申請書を作ってその日に出すことができるかもしれません、まあ、それでも急いで方がいんですけれどもそう午後であればもう時間がないあと2時間で申請しなきゃあと2時間で申請しなきゃっていう時に いやーちょっとねゆっくりしか申請書書けないんですなんて言っていたら申請できないわけですねだからそうならないようにするために試験の段階でももう急いで書かせることになってるんだと思います、まあ、それは法務省に聞いてみなければ分かりませんが、まあ、そういうことなんですよよろしいですねということで、えー、とそう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 んでは公熟院田んぼ券が付いてる時にどのような関係になっていくのかっていうのを次見ていきたいというふうに思いますが 事例を使ってやってきます定当権の実行というふうに書いてありますねこちら例題です B 所有のコート地に A の一番定当権がついているで A の一番定等権非担保債権が1000万というふうに書いてありますこの1000万の定当権がついているよという状況ですねでそれから次に D の二番定当権もついているよという状況になりますでこれも非担保債権1000万ですねってことはまあ B が 不動産を持ってますがあまず A が1000万お金を貸して1番低等権者になってるで、えー、次 D ですね、えー、D が2番低等権ついてるとこれも1000万ですだから A も本当は1000万返してほしいし D も1000万返してほしいわけですねところがあ B がお金を返してくれなかったそこで A はどうすればいいかというともちろん A は安心してください低当権者ですえ、単なる無担保債権者ではありません一般債権者ではありません低当権という素晴らしい権利持ってますだからこの不動産を競売すればいいんですよこの不動産を競売すれば優先弁済を受けることができます A は公土地を競売するように裁判所に申し立てればいい 強制執行の申し立て軽倍の申申立立ててをすすることができますそうすると裁判所は競売をしてくれます、まあ、簡単に言うとこの不動産をオークションみたいなのにかけてくれるんですね、えー、不動産が競売、えー、されました、えー、今回はですね B さんがお金を返せなかったもんですから B さんの不動産が競売されましたと、えー、この不動産を買ってくれる人はいませんかなんてことで一番高く値をつけた人に、えー、売りに出すことになりますで今回一番高く買ってくれたのが E さんですね契落、えー、人買い受けに E というのが登場しますでこの E が裁判 関所にお金を払います。例えば、えー、そうですね。 えこの不動産がいくらで売れるか知りませんがあ例えば E が2500万という値をつけたら2500万裁判所に払い込みますよ2000万って、えー、か値をつけたら2000万お金を払いますよということで E さんがあ自分の申し出た額をですね裁判所に払うことで E さんは不動産を買うことができるわけです。えー、もちろん、えー、この不動産競売によって人気があればあいろんな人が値をつけますが一番高く買った人が最高価格買い受け人がこの不動産を買うことができるわけですね。E さんが今回買えました E さん一番高い値をつけたねってことで E さんが買うことに決まりましたので E さんが裁判所にお金を払い込むことになりますあなたが一番高く値をつけましたこの不動産は競売で E のものになりました E が買い受けることができましたって話になるわけですねそうすると E さんは裁判所にお金を納付しますでそうするとこの不動産の所有権は E に移転します B の不動産が競売によって E のものになるわけですで競売をされるとですねこの不動産に設定されてた抵当権は消えます えー、定当権というのは競売がゴールですから競売が最終的な目的地ですから、えー、この競売をすることによって定当権というのは役割を得て消えてしまうわけですさあ,あ競売でどうして役割を得るかというとさっき言ったように優先弁債権がここで機能するからですさあ E の払い込んだお金は優先弁債権の順位に従って配当されることになります、えー、例題では A が1番に配当を受けてで残りがあれば D に配当を受けて残りは一般債権者に配当されます で可能性は少ないかもしれませんがそれでも残りがあれば今度は B に返還されることになりますとおいった形になっていきますでは具体的に見ていきましょうか例題の位置であ今の例題ですね「競売代金が2500万であった場合配当額を答えよう2500万です」えー「1000万1番低等権者1000万2番低等権者ですよ」 でこの不動産が2500万で売れましたとお高く売れましたねさあどうなるかというとまず A が一番に入っておけます俺が一番に入って受けるんだ他の人はまず待ってろ待ってろ Wait 待ってろ俺が一番に入って受けるからなっつって、えー、A が一番に入って受けるわけですお2500万で売れたかと俺は1000万食わないとお腹いっぱいにならないんだ1000万食べましたと満足じゃまだ1500万残ってますよ 次、デーが入っておけます。おい1500万あるね、俺は1000万食べるんじゃで、まだ残りますよ、500万。と、この500万が一般債権者で山分けすることになります。ということでえ、今回はですね、A も D も一応安心ですね、A は1000万回収できて、D はあ1000万回収できて、で、残りが一般債権者の方に行くんだよということになるわけです。で、今回高く売れましたが、次。 こちら例題の位置で競売代金が1400万であった場合の配当額を答えなさいというふうに書いてあります今回はあ1400万で競売されましたで競売というのはそんな高い値段で競売されることは少ないです、えー、裁判所がやることですからそんな高く売ってくれないんですねで、うん、まあ 高いお金出すなら新築買うとか新しい不動産買えばいいのであってえ裁判所はあの少し事件性もありますからねこういうあのお金返せなかったから売り出されたみたいなですからあのちょっとそういうのもあって高くは売れなかったりするんですね。 で競売、えー、だと安く売れるよみたいなこともありますのでまあ基本的にはそんな高くは売れませんですから今回1400万で売れたとしましょうそうするとですね1400万であった場合配当額を答えよって書いてありますが1400万裁判所に払い込みがありました A がまず1000万回収します俺が一番に、はい、回,回収するとあ1400万しかないのか遠慮しなくていいんです。 1000万持っていっていいんです。残り400万になります。で、一般債権者もいます。2番低等権者もいます。え、ちょっと遠慮する。遠慮する必要ないんです。1番低等権者なんだから、俺が優先的に回収するとって権利があるんだから、優先的に回収してしまえばいいんですよ。だからまず A は1000万持っていく。そうすると A が1000万食べちゃうと残りが400ですね。え、次、はい、400を配ります。はい、次に来るのが2番低等権者 D さん。D さん400万。 1,000万食べないとお腹いっぱいにならないんだけど全部食べるんですでデーさんは400万の回収することになりますこれで裁判所が、はいえー、裁判所がですね競売で用意したお金については終わりですよ。 D さんは満足することはできなかったし一般債権者無担保債権者には1円も配当が回らなかったということになるわけですよろしいでしょうかで、一般債権者はあこの競売からはあ一切配当を受けられませんということになりますもし B に他の財産があれば今度はそっちを競売して回収することになると思います えあるいはもし不動産持ってないならば家財道具だとかえそういう,う動産執行という形になるかもしれませんとにかく、えー、B がですね財産ががある限りそれを強制執行していくことができます残念ながらこの不動産からは D も一般債権者も満足を受けることはできませんでしたこんな状況になるわけですね。でデーさんは後の600万 回収しきれてないお金がありますがデイさんは配当を受けられなかった残りの600万円についてはあ無担保債権者として存続することになりますからこの競売で抵当権は消えますよ抵当権は消えますけど債権が消えるわけじゃないんですねえ債権というのは1000万の債権がありますからあ1000万回収するまでは債権というものは存在しますでもこの不動産に対する抵当権は消えるんですということで えー、残りの600万については低当権で回収しきれませんでしたから一般債権者として他の財産から回収することになります。もちちろんんがですねんきちんと準備をしていてい この不動産のほかに、いや、あの動産にも担保つけてます、あこっちに7件つけてます、なんてことで、えー、用意周到であれば、そっちでも優先弁済を受けられることになるでしょうけれども、まあ、そうでもない限り、この不動産から回収できなかった分については、一般債権者として、債権者平等の原則に従って、山分けを受けることになるわけです。よろししいでしょうか。 当当とといいうのは1番と2番のは番番差が本当に大きいんですよで。例えば実際にはです、ね、住宅ローンなんか組む時のことを考えていただければ分かると思いますが住宅ローンって例えば3000万の不動産買うのであれば3000万近く借りるわけですね銀行からそうすると一番低当券者であるその銀行はその不動産から3000万を持っていくわけですそうすると二番低当券者にはほぼ1円も配当がないなんてことはあるわけですよだから銀行なんかの場合には一番低当券をつけられないとお金貸さないと。 一番抵当権がつけられないとお金ながって融資しないよってことが非常に多いわけですそれはえこの事例で1400万だからまだまだいいですがこれが 1, 1万とかで競売されたら1番低等権者は 1, 万回収できますが2番低等権者は100万ですよ番番と2番の差が本当に大きいんですね大体1番低当権者が、まあ、不動産の競売代金ギリギリのお金を貸すとか不動産競売代金を少し超えるお金を貸すことが多い例えば、えー、3000万の不動産で3000万住宅ローンを組んでるわけですでそうそう3000万で買った不動産が競売で3000万で売れるかってそんなこともないわけですよだから1番低当権者が回収して2番には回らないってことが多いですから普通は 一番低当権者にならないとなれないとお金貸さないぞなんていうのはまともな銀行の思考回路になるわけですね。 で人的担保より物的担保の方が安心だと言いました。で物的担保で,でもやっぱり1番じゃないと安心できない2番じゃダメですか駄目なんですよという話になるわけですね。ということで1番じゃないと駄目ですみたいな感じになりますので1番低等権者だとお金を勝つといったことになる銀行が多いんですよ。そうじゃないと普通はお金勝ちませんよ1番と2番の差ってやっぱり大きいんだよということになっていきます。でではこのようなですね 当権のお話をしましまたが、えー、最後、えー、残り時間のところで他の担保権というのは何があるんですかということで担保権の種類について少しだけ見ていきますがあ留置権と先取り特権というのが、まあ、いわゆる契約でつける担保物件ではありません、えー、こちらはですね初、えー、めからこう、うん、契約しないようにつく担保物件一定の状況があればつくということで、えー、まあ 興味がある方は見ていただければいいですが留置権と先取り特権というのがですねあるんだよとそれから次「七権というのがあって七権者が債権の担保として債務者または第三者から提供を受けたものを占有しかつそのものにつき他の債権者に先立って事故の債権の弁済を受けることができる薬状担保物件これ契約によって付ける権利ですね約定と書いてあります。で定等権見てもららうと債務者者または第三者から占有を移さずに えー、債権の担保に供した不動産等について、えー、債権者が他の債権者に先立って、えー、事故の債権の弁済を受けることのできる薬剰担保物件民法上契約によって付ける担保物件というのはう2つあるわけですよ。でその違いは何かというと専有担保か非占有担保かっていうお話担保たかと思いうす。合、えー、債権者が預かってまた担保するという場合があ専有担保である7権を設定することになるしいや預かんなくてもいいですよ。 えー、競売までは泳がせておきます。で、いざお金を払ってくれなかった時に競売をすればいいですよ。っていう場合にはこちらの抵当権を設定していくことになるわけですね。で、担保権というのは民法では契約によって付けるタイプはこの7権と抵当権こちらが用意されているんだということになりました。よろしいでしょうかね。で、こちらが、うん、担保権の全てになります。 えー、この定当権の一種の中に、寝定当権というのがあってそちらもまた難しい権利なんですね。えー、この定等権に関しても、えー、この司法書士の試験では品質ですだから、うん、司法書士の講座なんかではこの寝定当権については定当権の一種ではありますがよく不動産投機とになりますと絡めて理解をすることで寝定当権については非常にこう理解が進んでくるよということになりましたで、えー、今回はですねこの担保物件についてお話をしました。 で担保物件というのはですね、えー、債権を確実に回収するために非常に大きな役割を果たしているんだということになります、えー、その中でも今回は人的担保のほかにこう物的担保というのがあって、えー、この物的担保というのが大きな役割を果たしているんだこのような話をしましたで物的担保の中でもこの定当権というのがあ実務上も例えば住宅ローンなんかの場合にはみんな定当権つけることになるし非常にやっぱり重要な権利になっていきますで司法書士的に考えても、えー、この定の定当権設 というのが登記が必要になりますのでその登記を申請する時にですね司法書士が絡むことになりますからやはり実務上も重要で実務上も重要ですから試験的にも重要になってきますこの定当権に関しては択一問題だけではなくて期日問題でも定当権の設定の申請書を書かせていくということになりますのでこちらですねしっかり司法書士の試験を受けるというのであれば しっかり担保権特にこの抵当権というのはマスターしておかなければいけないんだということになっていきます。 で今回は、まあ、担保権についてお話をしました、えー、1時間でわかる民法シリーズということで、えーまあ、1時間でですね、えー、この民法を理解していこうと今回はあ担保物件に担保権ですね、えー、まあさっき言ったように担保は物件だけではないですから債権なんかもありますので、えー、担保権についてお話をしましたさあ,あ担保権について理解していただいたところで他にも民法にはいろんな項目があります、えー、そちらについてもぜひ動画をご覧いただければと思います、えー、1時間でわかる民法シリーズ 今回は担保権についてお話をしましたぜひこのですね講座でお話をしたことをま生、あ、かして理解をしていただければというふうに思いますで、レックの方ではですねこの司法書士の講座いろんな講座用意しておりますぜひそちらの方もですねご覧いただければ調べていただければというふうに思いますそれでは最後までお聞きいただきありがとうございました